ロークラインの悲劇は、イングランドとトロイノバントを創設した伝説的、トロイ人を描いたエリザベス朝の儀曲。イギリスルネサンス演劇の研究者にとって複雑かつ、解決困難な問題を多く含んでいる。ロークラインの悲劇は、1594年7月20日に、書籍出版業組合の記録に登録され、1595年に、4折版、が出版された。印刷は、 トマス・クリード。研究者たちは個別にこの劇の創作年代を推定し、早いもので1580年代初期という意見もあるが、当時の他の作品の関連から1591年頃とする意見が最も多い。ロークラインの悲劇は1591年に出版されたエドマンド・スペンサーの瞑想詩集や、 初版は1593年だが1591年頃に書かれ写本が回覧されていたトマス・ロッチの詩ザ・コンプレイント・トーブ・エルスタードを釈用しているというのがその理由である。月期の創作年代の問題は著者が誰かの問題も含めて入り組んでいる。もしチャールズ・ティルニーが著者であるならば創作年代はティルニーの亡くなった1586年以前でなければならない。 1595年の四折リ版の表紙に WS によって新たに述べられ、監修、構成されたという宣伝文が書かれている。この WS というイニシャルをフィリップ・チェツインドはウィリアム・シェイクスピアと解釈し、このロークラインの悲劇を1664年のシェイクスピアのサードフォリオ第2冊へ、他の6つの戯曲と共に追加した。そのため、この作品は、 シェイクスピア外典の中に含まれている。この劇の形式を張って、型にはまった因文は、シェイクスピア的ではないが、現存しているテキストには改訂の跡が見られる。注釈者の中にはシェイクスピアが改訂を行った可能性を認める意見もあるが、一方でそれを否定する意見もある。当時の数名の劇作家たちが、オリジナル版の作者候補に上がっているが、中でも有力なのは、 ジョージ・ピールとロバート・グリーンである。1595年の四オリファンの写しの中に手書きのメモが見つかった。1609年から1622年までジェームズ一世の下で祝典局長を務めたジョージ・バックが書いたもので内容は以下の通りである。チャー・ティルニーはエストリルドと名付けた。この題材の悲劇を書いた。私が思うのはこれだ。 彼の死でものを今、仲間が出版した。私はそれを黙っておこう。私は、まだ持っておく。GB、メモは右端に沿って切られていて、いくつかの語が不明瞭である。このメモが信頼に足るものかについては、議論があった。サミュエル A タンネンバウムは、おそらく、ジョン・ペイン・コリアによる、メモは鉄像であるとする説に固執した。しかし、 他の注釈者たちはこのメモが本物であることを認めている。もし、チャールズ・ティルニーが書いたのなら、この劇は、ティルニーがバビントン陰謀事件に加わって処刑された1586年以前に書かれたものでなければならない。しかし、チャールズ・ティルニーが何か戯曲を書いたという証拠は、どこにもない。ロークラインの悲劇のテーマは、伝説上のブリテン建国技師である。 ベルギリウスがアイネースの中でトロイからの亡命者が古代ローマを創設したとしたようにトロイからの別の亡命者の一団がブリテン王国を創設したとする中世のジェフリー・オーブ・モンバスの義手を後にウィリアム・キャクストンやラファエル・ホリン・シェッドが本案したロークラインの悲劇はその架空の神話をブリトン人よりもイングランド人に焦点を当て創設者をロークラインとしたまた この劇の作者はミラー・フォー・マジストレイツからも素材を引いている。セネカの復讐悲劇もロークラインの悲劇に大きな影響を与えている。さらに前日のスペンサーとロッジの死に加えて評論家たちはクリストファー・マーロー、トマス・キット、ロバート・グリーン、ジョージ・ピールによる同時代の劇曲との関連も指摘している。同時代の劇との関連は影響があった証拠。 あるいは同じ作家であった証拠と様々な解釈が可能であり、実際にそう解釈されてきた。ロークラインの悲劇は同時代の作者不詳の劇、セレマスと複雑な相互関係を持っている。二つの劇の共通性は筋の要素の類似、言語表現と因律構造の共有性を含んでいる。研究者の多くはこの問題についてセレマスの作者が ロークラインの悲劇から借用したと結論を下したが、一部の研究者はそれに異議を唱えている。また、2つの劇に共通する特徴は2作とも同じ、作者が書いたからだとする意見もある。しかし、どちらの劇も匿名で出版され、作者について議論が絶えない現状では、2つの劇の関係に決定的な答えを出すことは不可能である。 セネカの復讐悲劇に倣って、前後幕のそれぞれの始まる前に、ギリシア神話の復讐の女神宛が登場する、プロローグがついている。それぞれで、宛は、目撃を紹介し解説する。この劇の5つの目撃には、象徴的な人物、動物、ギリシア神話の人物が登場する。具体的に、第1幕では獅子を殺すいて、第2幕は、ペルセウスとアンドロメダ。 第3幕はクロコダイルを傷つける蛇。第4幕はヘラクレスとオムパレー。第5幕ではイアソンとグラウケを殺すメディアの目撃が描かれる。当ては劇の最後にも登場する。本筋の芝居は年老いたブリテンのトロイ人指導者ブルータスが3人の息子たちや帝神たちに自分が間もなく死ぬことと王国の今後について命令を下す。ロークラインには 将軍コリネウスの娘グウェンドリンを目取ることを命じ、ブルータスの死後、ロークラインは父の言いつけに従ってグウェンドリンと結婚する。ハンバー王に率いられたスキタイ人たちがグレートブリテン島に侵略してくる。王妃エストリルドと王子幅も一緒である。それからブリテン人とスキタイ人との一心一体の戦いが描かれる。勝利を確信した。 直後の思わぬ敗北で、トロイの王子アルベナクトは自殺する。以後、アルベナクトは亡霊となって現れ、復讐を求める。しかし、トロイ人たちは王妃、エストリルドを捕虜にし、王宮に連れて行く。そこで、ロークラインは、エストリルドに、たちまち恋をする。義父、コリネウスは、ロークラインに娘に誠実でいる、要注意する。しかし、ロークラインはそれを無視し、 エストリルドを7年間地下の隠れ家に隠す。コリネウスが死んで、ロークラインは自分の不倫を公にする。グウェンドリンの兄弟、セラサモシュズは復讐を誓う。一方、ハンバー王は敗北してから7年間、人目を忍んだ場所で貧窮の中過ごしていた。ハンバー王が自殺した時、アルベナクトの亡霊は歓喜する。コリネウスの亡霊は、ロークラインの運命を見守っている。 グウェンドリンとセラサモシュズの軍によって敗戦したロークラインとエストリルドは自殺し、二人の娘セイバーンも闘神自殺する。グウェンドリンは夫の遺体を父親の墓の隣に国王らしく埋葬するが、エストリルドは人里離れた墓に埋める。この劇に滑稽な息抜きを与えるのは道家のストランボー、トロムパート、ドロシーである。靴の修繕屋のストランボは、 ドロシーと結婚するが、メシ使いのトロムパートと一緒に、スキタイ人との戦争のため徴兵される。ストランボーは死んだふりをして、戦争を生き延びる。後に、ストランボーは自殺する直前のハンバー王と出会う。ストランボーは、上に苦しむ、ハンバー王に食べ物を与えようとするが、アルベナクトの亡霊にビビって逃げてしまう。ありがとうございます。